世界のドリフトの頂点 D1 グランプリ2004シリーズ、開幕から2戦を終えてどちらも決勝に残ったのはこの2台。もはや別世界にいると言っても過言ではないこの2つのマシンは、常識を超えた迫力、角度、スピードによって観客をイリュージョンの世界へ誘う。誰もが憧れるスーパードリフトのセッティング、一体その秘密は何なのか、その訳が知りたい。最先端シルビアチューニングの世界、トップマシン徹底分析、 HKS-S15 シルビア、 K-OFFICE-S15 シルビア、 HKS ハイパーシルビア RS2、 D1 車両のレベルを街乗りレベルからレーシングカーレベルに一気に引き上げた HKS チーム。1号車のコンセプトをそのまま引き継ぎ、下から十分に効いてくるトルク、ストロークの深い足回りなどが最大の特徴。そのステアリングを任されるドライバーはもちろんこの男、谷口信輝。今から10年前のイカス走り屋チーム天国でデビュー。この時はこんな顔だが、今やかっこいい。しかも速いドライバーとしてドリフトレース2つの業界から注目される。そうですね、最近の僕の、ね、ドリフトスタイルはもう以前とはガラッと変えて、やっぱりよりお客さんに対してのアピールっていうのも大事になってきたから、角度と煙っていうのをね、まあ、車速もあんまり遅かっちゃいけないんだけど、煙を出すためにアクセルをすごく踏むわけじゃないですか。そうするとエンジン回転も高くなって、音もだからかなりアピールがある。で煙で視覚効果もある。で角度もつけてると、こんだけやってると車速がちょっと遅くてもあんまバレないんですよ。 K-OFFICE S15 シルビア、今や D1 最大勢力となったレースファクトリードルーピーが最初に製作した D1 車両。レースのノウハウで作られたボディはその後の各社のマシン作りに大きな影響を及ぼした。最大の特徴はロスによるパワーアップだ。ドライバーは同じく長野のナンバーワンドライバー、風間康之。イカ天デビューこそ1997年と比較的新しいが、STCC などでチャンピオンを取った実績も持ち、この頃すでにかなりの有名ドライバーだった。ドリフト界のナンバーワンを決めるドリフト統一戦に出場した経験も持つ。緑になる前の去年のシーズンの美北あったじゃないですか、雪降った時に。あの時に雪の中でローダーでちょっとやったじゃないですか。あの辺からちょっとやっぱり意識変わりましたね。あの日から自分が満足できる走り、見せる走りっていうウェイトがやっぱこうだったものがこういうふうに変わってきたんじゃないですかね。でその辺からたまたま、まあ時期的にもあの頃にはもう新しい車を作ろうって言って着手はしてて、見た目もそうだし、しっかりドライバーが言い訳できないような車っていうのを作ってもらって、逆に言えばプレッシャーはプレッシャーだったんですけど、じゃあそれをプレッシャーを逆に跳ねのけれるような走りっていうのが逆にこの車になってからできるようにはなりましたよね。まずはドライバーのポテンシャル、テクニックを調べてみよう。僕は煙を出すために通常2速で曲がるところをなるべく3速で行けるようにしてるんですよね。それはリアタイヤがドリフトしてのまま1メートル進む、ドリフトしたまま1メートル進む間に何回転空転できるかっていうことをね考えると、2速で空転させるより3速で空転させた方が1メートル車が進む間にはタイヤの回転数多いわけじゃないですか。その分煙がいっぱい出るという考え方で1個高いギアで踏んでるんですけど。それでは谷口のテクニックをオンボードカメラとデータローガーで確かめてみよう。 D1 コース恵比寿南の最終コーナーはすでに3速で進入。この段階でアクセル全開、ギアタイヤを空転させる。1コーナーに進入、きっちりブレーキングを行い、それに伴い回転数が落ちる。そこで2速に叩き込み、すぐ3速にシフトアップ。基本に忠実な操作でコーナーをクリアしていく。下から効くトルクフルなエンジンを十分に活かしているといえるね。レースの世界でも高い評価を得ている谷口、その評価の理由を垣間見せる乗り方だ。多分普通に走れば2速、そして3速シフトアップで向き変えるじゃないですか。それやっぱ3速で出ていくっていうのがやっぱ角度つくようにして、一速高いギアでコーナー入って立ち上がりでなるべく早くアクセルが入れる状態、そのアクセル入れた状態がなるべく早くパワーバンドに入って、その
普通に空転が起きる場所よりも早いとこから空転が起きるようなセッティングですよね。では風間の走りをチェック。ここはタコメーターに注目してください。風間もやはり3速で進入。最終コーナーから壁ギリギリに1コーナーまで1つのコーナーとして全てつなげていく。タコメーターは先ほどの谷口と違い4000回転以下に落ちることがない。常にパワーバンドを徹底的にキープし、すぐにタービンを回すための準備がされている。シフトも常に忙しく操作。その中心にある考え方はクラッチを自在に使い回転数をキープすることにある。これが風間流の乗り方だ。データロゴを使って地形数号と経央室号の2台を比較してみたんですけども、 H ケースは上で、経央室は下なんですけれども、上の H ケースのストレートの全開時間がこの辺りに比べて、経央室号のストレートの全開時間は上に比べて長くなっています。またその後の1コーナーに入っていった後も、H ケース号は回転が落ちているのに対して経央室号は回転の落ちが少なくなっています。いいんじゃないですか。本当にただの、ね、全開じゃないですよ。これがまたこの前にちょっとね、またちょっとした秘密があってね、こう半クラにしながらも全開にしてるとかね、こういろんなことやってるんですよ。運転手も手も足もキュッ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 ってやってるから。そうですね、こう全開にしてる割には回転数がここ低い。さあなぜかっていうと、アクセルは踏んでるけど多分ここで回転の上がりを上げるためにこう半クラをうまく使ってブーストをキープするためのこうアクセル踏んでんだけど半クラうわうわっていうやつがこうドーンっていう立ち上がりでいるのかな、もしかしたらっていう感じですよね。それに比べて谷口君は、谷口君はやっぱあれなんですよね、その運と基本に忠実な運転なんでしょうね。その回転数の上がりとアクセル回路っていうのが、だアクセルが多分ね僕と違ってこうパカパカ踏んでないんじゃないかな。こうギューアーっていう、そうアクセルと回転数の比例がうんとこう綺麗に出てるじゃないですか。グラフが俺のみたいにこうガッチャガッチャしてないから、だからそういうのでその回転数のキープっていうのが、要はちゃんと先を考えてアクセルを踏めてるからこういうちゃんとしたこう綺麗なグラフになるんじゃないですかね。